ちは。こんにちは。こんにちは。養生大学のぐるぐる蜘蛛の巣ほどいちゃえみたいなちょっと長いネタなんですけども、はい、今日のテーマはですね、マスで生きるなピンで生きろなんですよ。うなずいてね、うん、でマスで生きるなっていうことはどういうことかっていうと、どういうことでしょう。質問がわからんっていうんだね。なんかマスっていうことは面積ってことですね。面積っていうことは当然、当然って言ってたとかわからない、人がいるってことです。自分をピンって、ピンってどういう意味、ピン芸人って変こ答え、まあね、分からんでテーマ書くな、自分この人生で自分だけだと思ってまず生きてみようってことなんですよ。だからマスで生きてる時には比較があります。比較であるってことは当然優があって劣がある、善があって悪がある、というふうに、二項対立、二つがある。その土俵の上に入ってるわけだから、どうしたって比較が起こってしまうんですよね。でそれで生きる前の段階を私たちはに子供の時にしっかり教えられてないかもしれないよね。ん？ピンで生きるってことを本能で比較的分かってる人かもしれない。だからマスで生きることを子供の時はあんまやってないって言ってもありましたもんね。あ、そうですね、うん、なんかこうパーティーかなんか、みんながいっぱい集まってる時に面白くなくなったらおらんくなるとか言ってたでしょ。そうですね、いられなくなりますよ。うん、そう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 。それをマスで生きてる人はここで抜けたら何て思われるかわからんしとかっていう部分で自分の中でいられなくなってるのにそこに続けるけど、気がついたらもう家出てましたとか言ってましたもんね。うん、でそういうことができる人がこれからすごく大事になってくるということなんですよ。比較対象をしないでピンで生きると望みって叶いやすくなるんですよ。っていうか嫌いな場所が明確だから、ここは違うが分かるから、また違うところを探すわけです。でそこが違ったらまた違うところを探すというふうに、ちゃんとナビゲーションシステムにのっとって生きられるということになるんですね。ところがマスで生きると、辺りを見回して、で自分はここにこうピースで生きるしかないっていうのを入れられてしまってるってこと、これを取っていくために今不快な出来事が日々起こっているということなんですね。なんか端々でそういうこと言ってるなと思ったのが、まあめったに見ないんですけど、ちむどんどんって今あってるの見てます。うん、そうやってドラマだからなっていくんじゃなくて、日常でもなっていくんですよ。それをそんな風に言ったからには武士に二言はないとかね、思ってもないけどもそっちの方に行ってしまうとかっていう風な操作をされているということを分かっていただきたいなと。だからそのムカつく時には、人がこんなことするべきじゃないなって、ムカつく時にはマスに入ってると、という風に思っていただいたらいいなと。でなんでムカついてんのってっていうことが、自分のね望みを見つけるところに行きやすい。素粒子は何ですかって言ったら説明できる方いらっしゃいますよね。素粒子って分かりますよね。分かんないですね。よかった、そういう人。おい、言わせて。これね、本当に素粒子って言った時点で自分には関係ないと思う、もう引く人が多いんですけども、いつもやる、例えば水
これはあの隠れてるというか、写しっていうんですね。これ日本神道の言葉なの。これ言葉が下手くそなんですよ。多く喋りすぎるから。映像は浮かんでるはずなんですね、長野県の。はい、御開帳行かれたことなありますか。分からんは絶対出てくるんです。分かりませんって言ったでしょ。この分かりませんという勇気がみんなないの。動かせない現実が三次元にありますっていうのはコピーに何ビビってんのってことなの。分かる。原子を変えればコピーは当然変わりますよってことなの。法則として 人は動かせないってことなんです。そうですね、必ず、だから誰かの健康を願いますというのは本当に聞かないんですよ。誰かが健やかになったのを見て嬉しくなりますようにだったら OK なんです。願いが叶わないように願うようにずっと教えられてきてるってことを見抜いてもらいたい。で置かないと現象は歪むということですね。だから人のことを思ってあんなにいい人がなぜこんな不幸にいいわね。いや計算通りやろって私は言ってたんです、自分を虫けら扱いしてたらそりゃそうなるよねってことなんですよ。これが牛の顔、あ、そうです、そうで、なんかガイドさんはそれしか言わないんですよ。そこで終わりなんですよ、みんな探してみましょうみたいな感じなんですけど、めっちゃ意味があると思って、だってこれ看板ですよ、善光寺1400年、最古の仏像らしいんですけどね、日本の今が眠っているところらしいんですよ。で宗派もないから神道もあれば仏教もその宗派がないところらしくって、でここにね外向きの鳩が2羽ですね、でこっちに内向きの鳩が2羽、そしてこう前回言ったんですけど、まず3は何かという話、これあの数字なんですけども、数字ね、数字何と何があるって言ってましたっけ。多くの人が数えるために使ってる。いいですかね。位置を示す言葉、半年間の、マスの体験どうだったかいと、いやあんなことがさすかんかった、じゃあ原本変えようね。言われるのがですね、美人は残念って言われるんですよ。美人は外側で評価されるから内面を高めるというところまでプログラムが進化しにくいんですよ。だからこの表のところが優秀だってことはちょっと残念な負荷を持っているというふうに思った方がいい。じゃあ皆さん残念ですね。ありがとうございます。それ結構なかなか取れませんよね。そう言われるとね。そう。こびりついてる。こびりついてる。ね。らしからぬ。山本さんらしからぬけども、謙遜がいっぱい入ってるの分かるでしょ。そんな思ってない顔して何謙遜してるのと思いますよね。いやでもなかなか取れないじゃないですか。そういう。なかなかこうね。言いたいけど。お口から。それも全工程でやるということですね。そして自分の中に高次元のすごい力が全部内包されている自覚を持っとかないと、きちんとした問いは出ないんですね。私たちが思ってるレベルじゃないんです。その力を人間が生きてる間にほんの 4% ぐらいしか出さんのよ。それも残念すぎる。だから内面の凄さを調べるということは、丁寧に丁寧にやってもらいたい。でそれに必要な言葉をぜひ調べてください。人はこういうことをどういう言語表現をしているかっていうのも、成功している人の語録とかいうのを見てもらいたいですよね。自分の周りにいる人は自分の原本が映し出したコピーなんだから、原本を確認するということですよね。
ちょっと今日はあちこち行きましたけども、はい、問いをきっちり出すということ、はい、で、その結界が あって原本からコピーになってるという仕組みをちょっと理解して積極的に原本を望むものに変えていく、はい、でコピーを見てまた変えていくっていう繰り返しがこのこれだということですよね、うん、っていう趣旨ですが、はい、コピーにビビるないいですねということですね、はい、はい、じゃあこんな感じで今日終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。